メガネ、エプロン、腕まくり。どうも、シターブックスの、カジです。最近、ダイエットと食事の活動を同時にやるのは、やはり厳しいものがあるんだなぁと実感しております。さて、今回ですけれども、黄金あんサンドっていう、さつまいもとあんこのホットサンドイッチ作ってみたんですが、いかがでしょうか。どう、見てみる？どうよ、綺麗、いいじゃん。さつまいもとあんこのやつ黄金あんなんて言ったりするんじゃない？前近所にたい焼き屋さんがあって、その時に入ってたあんこがこんな感じのあんこだった。すごい美味しかったんだよね。まあ、流行り病の関係で閉店しちゃったんですが、もうなければ作るしかないって、そんな感じ。あと個人的にさつまいもが大好きというか、焼き芋が大好きなんだよね。もう年中食べてるんじゃないかなって感じ。と、それ入れて、あんこも入れて、サンドイッチしたって、もうほぼ完璧じゃないですか。食べてみましょう。ね、食べよう。いくよ。じゃあ、いただきます。ら、たっぷり入ってる。最高にうまい。いいよね。さつまいもが美味しい時期だとかさ、焼き芋ってスーパーでも、まあ、時期によってはいつも売ってるんじゃない？まあ、そういう時はね、潰して料理に使ったりお菓子に使ったりするっていうのもありなんじゃないかなと思う。じゃあ、そんな感じかな。はい、また見てね。